のお母さんセミ食べるんだよ。マジ？こういうのあるんだけど。許可申請書。そうそれね。私わかんないんだよね。物心ついた頃にはパパはもう女の人とどっか行っちゃって、ママと日本にいる大人だらけのアパートで暮らして、だから大人なのかなとか思ってたらママミャンマー人だとか言い出すし。何も言わないやつが意外と腹黒く考えてんだよな。うるさい。私は波風立てずに平穏に生きられればいいんだから